おはようございます。朝からチャンネルでございます。今ちょっとね、あの海辺の方にねサイクリングです。まあ、片手運転ということでね、ちょっと危ないんですけど、まあゆっくり行きたいと思います。車が来ないしね。まあね、こんな気持ちよくあのサイクリングできるところってね、そうそうないのでね、気持ちいいです。今日は朝から本当に気持ちいい。だからこう朝から何喋ろうか、ここまでねずっとこう考えながら来てたんだけども、ちょっとこう気持ちいいな、暖かいなばっかしで、あまりねこれといったもう、あれはないですね。まあちょっと気になるの話題といえば、まあそうやっぱりトランプ、トランプ大統領がやっぱりね、中国に対して、ね、関税をですね 10% かな、25% に上げたという、ね、そういう話ぐらいかなと。なんか強気だしね、本当にすごいですよね。まあ、トランプ大統領になってから随分こう景気もね、まあ、上がっているというかですね、ますますこうアメリカの株式が上がっているというか、時ほどね、アップルとかの、まあ、いわゆる値を下げたの時がありましたけど、まあもうあのニーサ、積み立てニーサをですね、まあ、やっているわけなんですけどね、まあ、ほんの少額なんですけどね、まあ、ほんの3ヶ月ぐらいで、まあ1000円、まあちょっと利益が出ました。まあ、利益つってもね、まあ、1000円ほどだけど、3ヶ月で1000円も利息つかないからね、たった3ヶ月ですよ。それ、月々1万円ですよ。しかも笑っちゃうでしょ。まあ、それでもまあ1000円ってね、もらえないです、普通はね。まあそういうことで、まあアメリカ、だってアメリカの海外ファンドなんで、ね、まあだからかなりいい感じになってですね。まあ、日本はね、まあ、アメリカのやっぱりね、影響力大きいなというか、さあ、どうなるやらね、これからの、令和の30年はね、本当に、そういうことも気になるんですけど、まあ、やっぱりなんか、昨日あのちょっとこうホリエモンのね、出てる番組なんか見ますとですね、まあ、ホリエモンとか、あとそれからあの、ね、落合、ね、陽一氏とかですね、ああいう人たちの話を聞くと、まあ、この先やっぱりでもどうなるのかな、やっぱりでも、まあ、しかし非常に変わるという、確かにこの30年間ね、平成の30年間でも、あの昭和のね、最初の頃の風景ってもう、どうなくなりましたよね、その経済的なものもね、そういうことで、ね、言われ方も変わったし、まあ、確かに街とかね、発展しているように見えるけれども、まあ、しかし懐事情という意味では、ね、皆さん、なかなか、昔のような、ね、余裕というかですね、将来に対する見通しというか、そういうのはないんじゃないですかね。いや、こう不安のためにお金を貯め込んでいるというような状況でしょうかね。まあ、僕にはそう見えるんですけどね。ここまでしかし、まあ、本当に大きな変化になりますね。まあ、いい意味で、新しいものが出てくるんではないかな、そういうことをね、思ったりしますね。まあ、YouTube ね、去年の本当に12月から始めて5ヶ月目ですね。今ようやく40人台ね乗りまして、まあ、ますますこう楽しくなってきて最中ですし、まあ、本当に、ね、まあ、まさかそんなことになると思わなかったからね。世の中の変化というかですね、人の、ね、気持ちもどん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 変わりますよ。まあ、新しいいろんな情報を、ね、入れることができるのもこの YouTube の特徴ですし、ますますこれ YouTube を使ってですね、いろんな情報を仕入れたいなと。そしてね、やっぱり、ね、行動ですよ、ね、言ってました。今のね、やっぱり人たち、その IT ね、結局ね、あの IT、ホリエモンがこれを言ってたんだけども、みんなこういろいろ情報をね、仕入れるのがね、すごくうまいし、まあ今情報タダだからね、ほとんどね。ただし情報があるけど、結局行動する人っていうのはね、いないんですよ。
行動する人が圧倒的に少ないって言ってました。うん、だからあの今の若者のね、その情報力を発明の能力はすごいけど、やっぱり当たっていくだけの精神が結局、うん、まあそういう意味ではまだまだだなと思うので、まあそれは若い時って余計恥ずかしが嫌だしね、まあだんだん僕らもこうなんていうか、まあ、失うものがなくなってくる年じゃないですか。そうなってくるとね、まあ、もっとチャレンジはねアグレッションにできるかなと逆に思いますね。そういう意味でまたこの、ね、年いってから、ね、昭和の生まれの人間が、ね、これからどう生きるか、平成も終わった頃の今の令和になったからこそね、昭和に生きた多少ともないとも生きた経験がね役立つ時が来るかなとかね、そういうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。では以上、みっちゃんねるでした。ありがとうございました。